はい、姿勢をまっすぐに保ったまま、振る練習方法として、このようにタオルを使ってタオルを折って頭の上に乗せます。で、そのタオルが落ちないように素振りをします。これで、タオルが、姿勢が傾くとタオルが落ちてしまいますので、このタオルが落ちないようにすることで姿勢をまっすぐにした感覚を養うことができます。ご家庭でラケットを振るスペースがない場合等は、このようにペットボトル、空の 500ml のペットボトルに少し水を入れていただいて、重みと水の感覚を養っていただいて、この状態で同じように頭にタオルを乗せて素振りを行ってみてください。